なああんた、シンに襲われたんだろ？それ最近か？多分な。じゃあ、島の近くにシンがいるのか？隠してないよな。もちろん。この近くにシンが来たのなら島を襲いに来るはずだ。ところが、そんな気配はない。悪いけど、俺には何もわからないよ。だいたい、俺討伐隊ってのもなんだかよくわかってない。冗談だろ？真の毒気か。ガッタ、話してやれ。はい、先輩。討伐隊は真と戦うために生まれた組織である。スピラ中に支部があり、そこに志願した者は誰でも参加可能である。討伐隊は800年前に英雄ミヘン様が作った石山衆を起源とする。後年組織を拡大し、討伐隊と名を変え、以来真と戦い続けているのである。800年も戦い続けて真を倒せないのか？討伐隊にできるのは真の進路を変えさせたり、まあはっきり言ってその程度だ。多分俺らには真は倒せない。討伐隊の役目は真から寺院、町、村、人々を守ることだ。じゃあ誰が真を倒すんだ？真の毒気ってのはこんなひどいものなんですか？いや、これはかなりひどい。教えてやるのは簡単だが、できれば自分で思い出す方がいい。寺院へ行って祈りを捧げてこい。すべて思い出せますようにってな。なんか本当、本当に俺の知らない世界だった。ブラスカ様が大召喚士となられてから10年、やっとこの寺院にもご聖像が届きました。大召喚士って何すか？な、あの俺真の毒気に当たっちゃったんです。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚士とは神秘の技で、我らエボンの民をお守りくださるお方。選ばれし召喚士が操るは血肉を持たざる聖なる獣、召喚獣。祈りに応えて姿を現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。悪いな、飯はまだなんだ。昼寝でもしてろ。様子を見に行った方がよくはなかろうか。大丈夫だと思うんですが。しかし、もうかれこれ。しかし、もうかれこれ。かれこれ、一日経っているからな。様子を見に行ってもらえますか？すでに関係者で手分けして探している。あんなやつ、ガ
帰ってこなくてもいいのに。死んでしまうかもしれないのよ。それでもいい。そんなにお父さんが嫌い。死んでしまったら嫌いだってことも伝えられないのよ。わっか？なんかあったのか？召喚士が試練から帰ってこない。あ？いや、正確にはまだ10召喚士だね。あ？あの奥に試練の間ってのがあって、10召喚士はそのさらに奥で祈る。祈りが通じれば正式な召喚士になれるって思い出したか？誰かが奥の奥から帰ってこない。それは分かった。もう一日経っちまって。命に関わることなのか？時にはどうして助けに行かない？ちゃんとガードがついてるし、何より掟だし。もしものことあったらどうすんだよ。死んじまったらおしまいだろ。掟を破ってはなりません。知るか。いきなり心細くなった。おい、何熱くなってたんだ。まあいいや。ここは召喚士と重召喚士、そしてガード以外立ち入り禁止だ。掟だからよく覚えとけ。あんたはいいのか？俺はガードだからな。ガードってば？あんたが来るわけ？私たちじゃ不安だった？いや、そのついに、やっぱり怒ってる。召喚士は大丈夫なのか？できました。私、召喚士になれました。そりゃ驚くって。召喚士はおじさんだと思ってたからさ。